地ならしの進行速度は馬の駆け足よりも速いくらいだった。それも障害物を無視して進むから、半日もあれば巨人が上陸した海岸からおよそ600キロは被害に。全ての大陸を踏み潰すまでには4日かかるだろう。最善の手でエレンを止められたとしても、レベリオはすでに間に合わない。